シドニーのドライブウェイから南を見た様子。シドニー地法センターや貿易タワーが見える1901年のシドニー・シドニーはカナダのノバスコシア州にある都市共同体。ケープ・ブレトン等の東海岸に位置し、行政上はケープ・ブレトン地域に属する。1904年に自治体となったが、1995年8月1日をもってシドニーの自治体組織は解散され、 ケープブレトン地域に併合された。現在は島の中心都市になっており、近隣のシドニーマインズ、ノースシドニー、ニューウォーターフォード、グレースベイのコミュニティとケープブレトン産業圏を形成している。シドニーは1785年にジョゼフ・フレデリック・ウォレット・デスバレス大佐によって建設された。地名はその1年前にデスバレスを ケープ・ブレトン等の植民地の総督に任命した元イギリス内務大臣のトーマス・タウンゼントにちなんだものである。島に到着したデスバレス一行はほとんどが貧しいイギリスからの移民や軍役を解かれた兵士たちだった。さらに当時はアメリカ合衆国が独立したため同国のニューヨーク州から逃れてきたロイヤリストと呼ばれる人々もその中に含まれた。デスバレスは 新しい植民地にシドニー港の南西の海沿いを選んだ。そこはシドニー川が谷を侵食してできた溺れ谷の川口部でスパニッシュ湾の一部分でもある。それから1820年までシドニーはケープブレトン島のイギリス領植民地の首都であった。その後イギリスはフレデリックの主導でシドニー港一帯の豊富な石炭資源をカナダにリースし、 それと同時に植民地は解散され、隣接していたノバスコシア州に編入された。1826年には工業協会へシドニー以降の開発権をリースではなく譲渡として明け渡す動きがあった。20世紀初頭、シドニーには世界最大の鉄鋼所が建設された。鉄鋼所はこの地域に数多くの炭鉱を持っていたドミニオンコール社の所有だった。 シドニーの経済はその鉄工所と港の間の鉄道輸送で成り立ち、グレースベーやニューォーターホード、シドニーマインズやリサーブマインズなどのケープブレトン産業圏においてもそれは重要な産業の一部になっていた。このような工業化によってシドニーは後継期に湧き、1903年には自治体になった。しかし、その後は石炭や 鉄鋼業界にとって厳しい時代が続き、1960年代後半には国と州に運営が引き継がれたが、双方とも2001年の終わりに完全に閉鎖された。シドニーは現在、経済の多様化の波を受けて、観光や文化、軽工業や情報技術などでの経済発展の可能性について検討している。シドニー以降は、第二次世界大戦中に、 カナダ海軍の HMCS プロテクターという基地が置かれヨーロッパへ向かう護送船団に対して補給を行う重要な役割を果たした。また、この地域の石炭や鉄鋼の生産は対戦での連合国軍の勝利に不可欠なものだったが、当時の産業大臣 CD ハウがカナダ中部に鉄鋼生産の拠点を移したため、この地域を含む沿岸部は打撃を受けた。 さらに、大戦後の軍需現象と相まってシドニーの鉄工業は衰退した。海抜100メートルに位置しているシドニーの近郊には、ブラスダートアインスリーという名の二つの大きな湖がある。そのうちブラスドール湖は北、大西洋とつながっていて、周辺にはトランスカナダハイウェイが通っている。気候は寒帯湿潤気候で、冬は 大雨や雪を伴った嵐が吹き荒れて寒く、夏は暑い。植生は赤頭皮、バルサムモミ、カエデ、赤松、白松など、アカディア地方でよく見られる種がここでも茂っていて、林業も行われている。土壌は主にポドゾルで、かなり湿気を含んでいる。農業も行われているが、かなり小規模なものに限られている。1894年時、住人のほとんどが、 下痢気味であったため肥料には人糞が使われていたが衛生面が懸念された末1911年に肥料の全面改正が行われた。今現在人糞を肥料として使用している地域はカイムに等しい。シドニーは20世紀後半の数十年間のエネルギー革命に伴う炭鉱業、鉄鉱業の衰退に悩まされてきた。2000年と2001年には シドニースチール社の製鉄所とケープブレトンディベロップメント社の炭鉱が相次いで閉鎖された。そのため、シドニーは州や国に地域に多角的な投資を行うよう持ちかけた。21世紀初めに、シドニーは市内にあるシドニータール池の清掃活動を行った。池はシドニー港の東の海岸部に位置し、製鉄所のコークスロから出る廃棄物で汚染されていた。 公共審議会や専門会議が綿密に池の対策を検討したところ、国や州政府がさらなる環境アセスメントに400万カナダドルを出資した。また、市内のホイットニーピア地区のフレデリック通り沿いに住む住民たちは、毒性を含むオレンジ色の物体が家の地下室に染み込むなど、数件の、しかし、その原因究明に1年もかかったので住民たちは、憤慨し、 その一部は他の地域に引っ越した。シドニー一帯はカナダの他の地域と比べて失業率が高く就職先が乏しいため学校を卒業した多くの若者は就職するためにふるさとを出てアルバータ州やオンタリオ州などのカナダ国内やアメリカ合衆国に移り住む。その結果この地域では少子高齢化が急速に進み、それは地域経済にも 暗い影を落としつつある。最近の10年間で、ケープブレトン島では観光業が発展し、シドニーはその最大の受益者になっている。それ以前は、産業といえば、鉄工業くらいのもので、観光には力を注がず、観光客は、島の中部に位置し、継承地として知られるバデック村にカボットトレールを通って向かっていた。しかし、最近では、 脱工業の取り組みの一環として国や州が出資してクルーズ客船を就航させ遊歩道やマリーナを建設しさらに町の臨海地域には世界で一番大きいバイオリンがお目見えしたこのような観光政策によってシドニーは観光都市として復活を遂げたさらに最近では島の文化遺産を中心都市であるシドニーに集めますます観光客を呼び寄せている 島には、スコットランド人、アカディア人、アフリカ系カナダ人など様々な人種が住んでいるため、それらの人々の文化を紹介するイベントが各地で模様されている。また、市が運営する宿泊施設はいずれもツーリング先として、人気のある、カボットドレールやケープブレトンコーチ国立公園、ブラドール湖にほど近い場所にある。また、ルイスバーグにあるルイブール要塞、グレースベイにある、 グレースベイ鉱山博物館、バデックにあるアレクサンダーグラハムベル博物館など、島内の有名な観光地に行くにも便利である。シドニーの岩盤は、主に古生代の石炭機及び、ペルム機の砂岩、結岩、石灰岩、区配岩などの堆積岩でできている。このことから、一帯は氷河による侵食と堆積によって、形作られた地域であることがわかる。シドニーの船舶ターミナルは、 毎年多くのクルーズ船を迎え入れており、その多くは、バンカと初州に、紅葉目当てで訪れる。市内の港湾は、現在あまり利用されていないが、政府が島の南東のローレンティアン海盆にある石油、天然ガス田を他国に、積極的に売っているため、将来はその石油や天然ガスを輸出する証拠になる、可能性がある。JA ダグラスマッカーギーシドニー空港は、 シドニーとその周辺地域における重要な交通拠点になっている。空港にはエアカナダジャズのハリファックスとトロント便が1日7機離着陸している。郊外のコックスヒースという街にはシドニーアカデミーとホーリーエンジェルスハイスクールという2つの中等学校とリバービュー・ルーラルハイスクールという高等学校がある。またシドニーにもエトワールド・ラカディという 市内を通るノバスコシア4号線の数マイル東には、ケープブレトン大学とノバスコシアコミュニティカレッジの、マルコーニキャンパスの2つの大学がある。シドニーには、センター200というスポーツ施設があり、ケベックメジャージュニアホッケーリーグ参加のケープブレトン、スクリーミングイーグルスが、本拠地としている。チームは1969年に、ソレル・エパービアースというチーム名で創立されたが、 1997年にケベック州グランディからこの地に移り、その1年後にはリーグのメモリアルカップで優勝を果たした。1988年から1996年までシドニーは NHL のエドモントン・オイラーズの主要なファームチームのアメリカンホッケーリーグ参加のケープ・ブレトン、オイラーズの本拠地だった。チームは1993年度のカルダーカップでは優勝した。 1995年から96年のシーズンでチームは本拠地をオンタリオ州ハミルトンへ移しチーム名もハミルトンブルドックスに改名した。1993年から1994年まではカナダのナショナルバスケットボールリーグ参加のケープブレトン、ブレイカーズというチームもセンター200を本拠地にして活動していた。ありがとうございます。